ということで今日はオリジナルお弁当お絵かき企画を行います。イエーイ。はい、お互い相方に食べてもらうお弁当を絵で描いて、具材は何が入っているかなどを説明していきます。でもこれ質問とか別にしていいんですよね。スイちゃんが何好きなのかとか。え、コロちゃんといえばさ、なんかこう韓国料理って感じするけど、分かってるじゃない。だからといって弁当に韓国料理入れたら多分怒るなと常識のある方でよく。でもスイちゃんお弁当に入れるなんか韓国料理って何も思いつかないからさ、キムチとかしか思いつかない。匂いが全部に行き渡りそう。え、でも意外とそのお弁当に使える系でスイちゃんの好きな食べ物わからん。お、え、スイちゃん何が嫌いだっけ。スイちゃん野菜が嫌い。そうだ、危な。完成できました。お、はい、終了。よっしゃ。というわけで2人ともかけたということで、はい、かけた お弁当を発表していきましょう。じゃあまずスイちゃんから。はい、どんどどん。え、おいしそう。頑張って作りました。え、もうこれぞって感じじゃん。そう、マジでこれぞ詰め込んだ、なんか、うん、こだわらずに普通のやつを作った方が、うん、結果喜ぶんじゃないかと思いまして。分かってるね。でしょ、うん、キムチ入れませんでした。確かに入ってないね、キムチ。そう、まあ、まずブロッコリーね。ブロッコリーね。で、唐揚げ。いいね。で、エビフライ。最高。タルタルソースもかけました、うん、下になんかレタスみたいなのもね。そうなんです、レタスも敷いて。彩りもいいよ。で、卵焼き。素晴らしい。ポテトサラダ。いいでしょうね。大好き。好きですよね。大好き。これは、うん、何かな、アスパラベーコン。あー、いいじゃん。これちゃんとね、可愛いピックもつけてね。本当だ。で、まあシンプルに梅干しご飯ね。ご飯、梅干しご飯。ちょっとごまを散らしました。素晴らしいよ。見た目いいじゃないですか。うん、とても良い。バランスもいいしね。うん、そう、ちょっと色合いもいいし、バランスもいいし、これはもうコロちゃんのハートを射止められました。射止めました。はい、射止められました。はい、勝利。いや、待って。はい、どうぞ。ドン。何これ。いや、スイちゃんの好きなものがね、いや、変色すぎるじゃない。だからもうそういう人は大体オムライス食っときゃいいだろうという。そういうこと。なんか野菜とかも刻んで中に入ってますけど、はいはいはい、スイちゃんには分かんないようにしてあるし、うんうん、でね、ちゃんとこうスイちゃんってケチャップで、うんうん、盗難防止のために、はい、書いてあります。盗難防止。開けないとそれさ、自分の形から。彩りもいいでしょ。そう、彩りもいいね。そう、あ、なるほどね。あ、でも、うん、すごいいいかも。オムライス好き。あ、よかった、うん、グリーンピースさん抜いてください。わかりました。じゃあグリーンピースさんなしで、はい、はい。